はい、どうも皆さんこんにちは、めゆりです。やっとねオルファリオンが完成したんですよ。もうねなかなかねそんな長い距離移動しないからね。しかもその何どっか行くにつれて、あここでオルファリオンのパーツがあるって言って、次はそっちっていう風にね行くのがねあんまりないんですよ。でも自分の敷地内じゃないな、行動範囲内、学校に行くまでとか、そういう学校の近くにある、あ、じゃあ学校の近くにオルファリオンの頭があるとかだったら行きました。それぐらいです。だからまあ自分家からまあ5キロ以上離れると行かないですか。まあそのぐらいの距離だったら、まあギリ5キロ範囲内のにあればね、あるから行こうかなみたいな感じで行って、なんとかね、やっとね、もう2ヶ月かかったかな、もう。もう2体目とかもできる気がしないですけどね。で、まあ今回は別にオルファリオン使うわけじゃなくて、まああれはね、育成が終わったら一回使ってみたいなと思います。今回は不動明王が許可されて使ってなかったんで、百花繚乱2に行こうかと思ったんですけど、まあどっちでもいいんですけどね。一応闘技場にしました。相変わらずベルダンディのレベルが中途半端。いい加減上げますね。フレンドのプラスも中途半端だな。あと1ずつ上げろよ。というわけで、不動明王で闘技場行ったことあるっけ？ちょっと忘れましたけど。まあ、あーやべ。そういう系か。あー、しかも離れた。もうダメだ。もうなんか、できる気がしなくなってる。やば。もう最低限しかできなかった。まあ何が許可されたかってね、分かってますと、分かってると思うんですけど、火の十字消しでもね倍率が出るようになったということでね、なんか誰かさんのね、日村なんたらさんと同じような感じになっちゃいましたね。もうせっかくあのコラボでね、あいつが出るまで引いたというのに、何だったんだろうっていう。で、ちょっとね、耐久、あんまり、そんなジーンを持ってきてないんでね。うわ、落ちてた。バインド対策がないな、今回。ちょっといろいろまずいかも。まあ、それでもちょっと、初見というか、初見とは言わないな。なんて言うんだろう。よ。この、まあ、初実装みたいな感じですかね。やっていきたいと思います。もう今日はテイク1しかしないよ、もうさすがに。眠いし、疲れたし。海流等かな。回復したい。僕も回復したい。十字。これ覚醒バッジ俺指にしてたっけ？大概指にしてると思うんですけどね。そしたらここも厳しそうだな。ベルダンディ使います。ここ十字もう無理だ。もう十字が組めない。これそんなに消さなくていいや。そんで、あーこれめんどくさいな。めんどくさいから耐久でとりあえず、どうせレインボーロードで消すことがわかる。HP ってこんなに高いんだ。その、スサノオ連れてきて、なんか、どうだったっけリーダースキル。把握してないっていう、ね。リーダースキル、HP にも倍率かかってた。だったら別にスサノオね、ヘラ用に入れてきたんですけど、もう不動明王を使わなさすぎて、何も把握してなかったですね。
だったら別に耐久も余裕なんじゃないんですか。これ10時以降でやってみよう。これ、あ、10時間になってる。ダメだ。足らないだろうな。よい。スーで入れて、じゃあ十字やってみる。これ話したいね。9倍。あ、楓さんがすごかった。もしかして。ここはいけそうだな。十字組んで、こっちも十字入れて、いらない色も消して、これ危ないな。もうこれでいいや。あんまりね、いじくると失敗するんで。カーリー戦で3個組める陣をね、ベルダンディが出してくれたらいいな。あ、指奪い、一旦耐えます。闇も消したいよ。これで、できれば、スキルは使いたくない。OK。これいけるかな。くっつける。これで。まあ、いけるでしょう。いや、十分強いですね。マルチブースト持ってるから、マルチでやったら、かなり強いと思います。さすがに十字一個じゃ抜けないと思うんで、でも毒作られるのめんどくさいな。一個で抜けたらすごいかな。あ、でも、あ、やっぱやめます。まあ毒を作られて、あ、やっぱ残んないよね。ちょっと耐久かな。十字がワンチャン降ってきたりしないかな。回復力も結構高いですね。あー、残らないな。惜しいんだけどな。残す努力はしている。ダメだな、キリがない。まあ、ちょっともう一旦耐えたいです。うん、じゃあここで楓を2枚使って、あ、そっか、こいつ火消すじゃん。もう待って待って待って、もう絶対十字一個じゃ抜けないでしょ。絶対無理だよね。絶対無理だろ。さすがに。ベルダンティ。もう、何やってんだ、もう。どうしようかな。これでいっか。やっぱ、頭の調子も悪いね。さすがにこの時間帯になると。首痛。しゃがんでやってたら首痛いよ。うおぉ、マジか。でもまぁ十字2個分あるから、火のね、火力で抜けるんじゃないのかな。これでいいか？ちょっと無理だわ。火の火力で抜けると思うんだけど。よし、いいね。若干足りないんで、耐久。落ち込んが来ないのやっぱりいいかもね。そしたら、こんな感じ？
こんな感じ。これ残したいね。これでいいか。できれば次もあってほしい。おっと、足らないかこれ。2,4,5,9 個、1個足らない。あー、しかもこいつはまずいんじゃない？耐えれるのかな？こいつ何万飛んできた。でも怖いんで、ザノを使って耐えるというか、溜めて、で、ここで。これでいっか。いやー、ちょっと苦戦しております。次あるね。耐久できないわけじゃないんだけどね。あー待って、こうするとあれだちょっと待って、これダメだ。どっちかに閉じ込めようとしてるわ。ペロリンチやめて。よし、ありがとう。まずじゃあ火の十字の方が組みにくそうなんで、組んであげて。ちょっと待ってよ。こんなもんでいい？よしよし。次はないな。まあ、なかなかないもんね。あ、しかもめんどくさいやつでじゃあ。めちゃくちゃ、よいしょ、しゃあ。耐久HP も減っちゃうからな。コンボ吸収怖いな。まああれ使えばいいか。不動明王のスキルをね、ここで生かすしかない。タート消されますよね。あっこ消えちゃう気が。これでいいか。これで 99% か。次待ってよ。14に先生はないんだっけ。怖すぎる。ファイで使います。あ、しかもこれあれじゃん、火消したね。またあー待って、どうしよう。こうしたらいいんか。これでいい？危ないね、本当に。ここは何なんだ。あー、先生ってそういう系ね。いやー、にしても回復がちょっと足らないんだけど、割合のせいで。これでいいかな、もう。こう、こう、こう。15回怖いな。嫌なやつしかいるイメージがない。そう、こういうやつとかね。これどうやって倒したらいいんだろう。はい、ナイス落とし。どれ、待ってよ。パールバティはマジね、やってやったこともないからね。十字消し組んだらアウトだと思うんだけど。セーフだね。ただこれはまずいね。なんか十字消し作ろうか。これこんな怖いな。よし、そしたら十字組んで、さっきみたいな感じでいいんじゃないか。耐えれるでしょ、あれも。ヒマラヤのなんたらも。で、ここでこれで
よしよしよし、突破できたぞ。まあちょっと次がいろいろ問題だけど、次どうしよっか。99%一旦食らおうかな。ハート残して火も残してお邪魔は消して 99% 一旦耐えましょう。木が一個もないんだけどな。一個はあるけど、どうしよっかな。毒使われるとうざいからな。楓2枚打ってもいいけど、毒使われるとうざいんで楓2枚打ちます。ここでね、回復もしっかりして突破していきたい。待ってよ、これまずない？これでいい？ちょっとすごいノロノロパズルだったけど、あー、しかも火力も危ないな。木10個ある。これあ、コンボ吸収だ。コンボ吸収はまずいと。不動明王使おっか。6コンボか。1,2,3,4,5,5,5,4 じゃん。足らないし。何してくる？お邪魔作ってきたっけ？ちょ、一回耐えますか。これはね。これで。まあ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 、そしたら頑張るよ。不動明王一応使います。よし、足りた足りた足りた。おー、危ないな。うーわうわマジか。55ある。火力足りるかな。際いところである。これで頑張った頑張ったよ。うわ、危ねえ危ねえ。ギリだったろ。で、とりあえずは耐えれるはず。闇を消しましょう。水も消してこれでいいかな。強いね。あー、若干ね、回復しつつも残していきたい。あ、割合きた。楓で1枚打とっかな。ちょっと回復したいもんね。これで木の十字2個組めればいいでしょう。組めるかな。これでいいかな。で、次デルタンティの陣怖いな。サノ張ります。頼むよデルダンディ。あ、悪くないんじゃないの。 2,4,5,2,4,5。 お、組めるね。 3,3 でこれ使って。ただね、その 3,3,3 でね、組む実力があるかどうか。どうやって組んだらいいのかな、あれは。
ここで作る？あー、難しい。怖いなぁ。いけるかな。あー、ここで一個作ったらこうか。よし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 、729倍でだ。一発いける？オッケー、一発いけた。よかった、取り直しとかなくて。もうなんならか、こいつもワンパンしてほしいんだけど。あー、どうしたらいいんだこれ。こうか。これで。これじゃワンパンできないか、さすがに。まあ無理だね。はあ、まあでも、一発撮りで成功できてよかったかな。久しぶりだな、一発で成功は。って考えると、まあ不動明王は相当強い。はい、というわけで今回は不動明王、強化された不動明王ですね。で、極限の闘技場に挑戦してみました。感想としては、まあ、若干耐久面があるけど、十分にね、火力が出るし、出しやすくなったと思います。全然神シリーズで当てやすいキャラなんでね、持ってる人はぜひ使ってみてください。では、よかったらチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。またね。